健康供給もそうだし、小料金とかも休んでる状態なの、これ。楽してる状態なんですね。楽してる状態。腕がほら、腕をつってないでしょ。腕をぶら下げてるだけで肩の筋肉っていうのは使われてるんで。だから今、筋肉自体が緩んでるのね。じゃあ、うつ伏せになってる時も腕、あの筋肉は使ってるんですか？使ってますね。あらまあ。ほら、ほら、すぐ見つかるでしょ。チャイマッサージの時は簡単でしょ。だからこの今後こう横向きで進んでいく時にチャイマッサージで取れたらもう横向きになったらもうすぐ取れるようになってる。腱外とかも腱柱とかも見つかりやすい。自分でやりやすいように動かせるっていうのがあるのね。こうやってだから横向きは肩に向いてる。だから肩だけは横向き、首もやりやすいよ、こうやって出るから。そうですね。後ろもできるし、横もできるし、前もできるでしょ。うつ伏せだとこうなっちゃうから。そう。首が短くなっちゃうでしょ。そうなんです。やりにくい。ないんですね。そうだね。背中やるときは抱き枕ないとこう、流れていっちゃうからさ、こういうふうに。だから草さえがある方が楽なのね。ここにこの、腰を固定させるためにね。